期待で出るか選ぶ。このマップ無理じゃね、南地とわちゃわちゃできたらいいな。しかも出撃ポイントを選択するのだ。どの機体で大丈夫、選ぶ。グフフラッチタイプがいけるよ。ミッションユニットコストもっと強化してほしいな。コストじゃなくてミッションユニット効果を。目標確認、本機発進する。発進する。指揮官から指示が届く。グリムゲルでちょこっといるね。こいつドムブーストなんで、そのドムブーストのとホバーですね、ホバーブーストなんで直流運強はできるんですけど、見ていただきたいんですけど、高度はじわりじわり下がって、結構な速さで高度が下がっている。この辺ドム系全部、キベレとかもそうなんですけど、高度落ちるのが早いですね。指揮官から指示が届いた。力を貸そう。指揮官から指示が届く。早いな。なんだそれ。最後にも気をつけろ。イージスティミネー。指揮官から指示が届いた。修理しましょう。ゲロビータス、この攻撃をかわせる。ゲロビータすぎんですけど、笑っちゃうわ。退避する。拠点を占領したわ。無茶しないでくださいね。回収を優先させるぞ。ありがとうございます。ありがとう。指揮官から指示が届いた。今となってはさ、20秒間無限ブースト無理し、こうやって無駄化しろっていう、まあ思わないけど、フロート系しか持ってない機体は辛いの。機動範囲の運搬を頼む。で、弾速の概念があるから、フロートの赤ロックをじゃあ500に仮にしましたって言っても当たらないんですよ。修理は任せておきなさいって。だからフロートも謎の誘導をするように、エレガントに回収いたしましょう。あ、来てえな、おい。最強機体グー。トムさんこんばんは。そうですね、ちょっとした掛け違い、ボタンの掛け違いマップなんで、前半の核が入ってたっていうタラレバですけど、いやだけどなんかもう本当にジャブロじゃなく、あ、じゃねえ、ベルファストじゃなくてよかったっていう、もうその一言です。本当ベルファストじゃなくてよかった。修復します。回収を優先させる。拠点を制圧して。本当に良かった。ちゃんとした戦いになったもん。しかもなんかすごくお互いに交渉っていうのがはっきりしてた。いや、やっぱ面白いですね。面白いですね。すごく面白かった。面白いですよ。なんかベルマシャクソでした。指示が届いた。
紫クソでしたはっきり言いすぎる。紫マジでじっとしていろ。だからなんかグロス出なくてよかったなって。目を閉じなさい、私の輝きが待ちますから。ああこれは正しく戦いだろう。ここで倒れるわけにはいかない。俺が勝った場合はどうなんだ。俺が勝った場合はどうなんだ。修理します。精神がいます。倒されるあなたがいけないんだ。まだです。敵エース機の撃破に成功したと。結構注意喚起したかったんだけどね。3人が大事だよ。スルーリングない。あの土壇場でなるの。指揮官から指示が届いた。それでは兵とは呼べんだ。呼べんだ。今回はですね、アームさんから500円のスパチャをいただきましたので、回収を優先させるぞ。グフです。グフ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 一族。まあだけど、このこすりすらできない機体が大量にいる中、まあ、こいつは別に倒すっていう目的じゃなければ、で来たやつをやるっていう、まあ、フリー超超超てなんか超弱体化フリーダム的な超弱体化したフリーダムみたいな感じの運用をすれば、まあ、巡航期間は長いしブーストの対空期間は長いから、まあ、ただフリーダムにゲロピされるともうシュッとけーみたいな。今って結局何が起こってるかっていうと V600 とか800とかで当てる機体ないあいつぐらいですから、そこを維持して当てていければ別に死にはしないっていうのが分かりやすいです。こんばんは。今回ガチャいただきました。ありがとうございます。次弾装填もですねお待ちしております。だからグフ、まあ、他のグフはそんな無理ですこいつだからみたいな。一発でじゃあ同じことできるんですけど、やっぱこいつの巡航あの対空時間長さ、移動したことはこちらで修理をさせるぞ。でこいつは二次指定するとブーストが最高速度が落ちる、コバーブースト全般の問題としてあるので。指揮官から指示が届いた。だからまあフリーダムと全然機体は違いますけど、ポジションはフリーダム、私がオーダーでフリーダム使ってたような感じです。目が甘いわ。から指示が届いた。それでは兵とは呼べんな。こんばんは、お疲れです。まあ、フロートって今こういう感じの立ち回りじゃないかみたいな。当然心配ない、修理は任せろ。戦略的撤退よ。たまらない。ありがとうございます。修理します。大丈夫です。これだと思うな。でもこいつしか置いてない。こんな立ち回りはグフの中でもこいつしかできない。ごめん。待たせた。
ようと。拠点を占領したわ。回収を迅速に行う。あー、うそー。バスケちゃん、ひどいわ。弾をくれないか。あー、ごめん。我が軍のエースが落とされただと。修理などたやすい。弾丸撤退とか言った方がいいんじゃないかな。まだまだ。なんだか胸が熱くなりますね。力出ません。ああ、未来にしまいました。残念。よし、次。もうちょい距離取らなきゃ。出撃ポイントを選択する。行くぞ。ふうふう。修理などたやすい。スノーグーフ。混じりっけなしのグーフです。離脱する。混じりもんなしよね。ガチのグフ。二度と蘇られぬよう灰になるまで焼き尽くす。ここで倒れるわけにはいかない。もうちょ挑んできた勇気は本気。敵エースの撃破に成功した。直撃バウダメじゃないですか。どの機械で出ない。なんとですね、今回ランバラルグフです。なんとですね、射撃武器を持っておりません。あ、だけどあるわ。配信を急ぎましょう。武器の順番が慣れないですね、これは。どの機体で出る。出撃ポイントを選択するのだ。行くぞ。とかこれ2、ビリビリが全部3番仕様。回収を迅速に行う。この拠点はもらった。ここからが腕の見せ所だ。指揮官から指示が。致命的な損傷箇所を修復します。あー、いて。甘く見ないでよね。グフやるんだったら南だよなと思うやろ。伝わねえな。到着した。起動範囲まで指揮官から指示が届いた。背後にも気をつけろ。ほう、荒削りだが見込みはある。いや、やばいですよ。どの機体で出るか。出撃ポイントを選択する。指揮官から指示が届いた。ちょっとこの順番に久々すぎて慣れてる。まあ、昔やってたってことは。この調子でいける。押せ。一から出直せ。本拠点 Z が攻撃されているのです。ランバラルグ。鉄火団の三日月オーガス。
やれるだけやるさ。拠点はもらっといた。退避する。ガス欠。まあだけどこいつは主軸持ってねえから。すまない。離脱する。こっち行って扱って。我が軍のエースが落とされただと。ネズミ処理とかすりゃいいんじゃねえみたいな。回収を優先させると指揮官から指示が届いた。作戦時間が5分を切った。指示が届いた。拠点のダッシュに成功。そういう意味じゃないから。似たような敵が次々と。敵に悪いシミュレーションのよう。これ一人のさんの笑いを過ぎてるし、なんだろう。あなたには負ける気がしないわ。俺に行こうぜ。どの機体で出る。出撃ポイントを選択。指揮官から指示が届いた。あーめっちゃ行ってる、すげえ。敵が 50% を切ったぞ。わあ。本拠点 X が攻撃されているだと。ですよ。ラグってマクベルフ除けば4しかないんですよ、ね。力出ませ。拠点をダッシュしました。マクベルフを逃すわ。あー桐島さん、ナイスパサンキューありがとう。指揮官から指示が届いた。いいですね。特に年収上がるんですね。俺の配信見ると年収が上がる。これは非常に重要な正しき精錬なる戦いの情報をいただきました。みんな見るしかない。であれで誰か彼女もできますし、どこを上なんでみたいな。拠点をいただきました。地球チャンネル見ると年収も上がって彼女もある。見るしかない。協力お願いできるかな。指揮官から指示が届いた。スーパーチャット薄いぞ。何やってんの。突撃した。ここで倒れるわけにはいかない。ちょっと助けてくれないかな。回収を優先させましょう。戦略兵器の軌道を確認した。軌道範囲からすぐに退避。すごいになってますけど。やがみですね。撤去撤去。我が軍の戦術は戦略兵器の軌道を確認した。軌道範囲からすぐに退避。道路軌道に出撃ポイントを選択する。行くぞ。荒削りだが、ひどい。見込みはある。どの機体で出るか。出撃ポイントを選択する。指揮官から指示が届いた。回収を急ぎましょう。いただきました。
ボスはまだ戦えるはずだ。いかん、機体の破損が大きいな。味方にゴス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 。私は負けるわけにはいかない。ここから始める。拠点を奪取しました。力で直せ。これはクライムの防御されているぞ。まあ楽しいです。楽しみました。ありがとうございます。割と楽しめた。ブフは面白い。大丈夫です。あのデッキでも30絆キル中心だけですけど37いけますみたいな。今の時勢で。あやみさんこんばんは。ありがとうございます。お二人です。大丈夫です。あのデッキでも12いけますだから期待じゃねえんだよみたいな。いや期待ですけど、いや期待ですけど、何が言いたいのかというと、ここの辺だったら別に期待関係ないってことです。だからここから10より上、特に5より上を、この線より上を目指そうと思うと、期待とか立ち回りとかすごいなんか求められるところっていうのは高くなるんですけど、10位までないしは20位までも見ると別に意外となんかどの機体でも我慢はできます、うん、今回の君の評価だ。別に20位まで、20位までであればね。